8 7 6 5 4。さあ、綺麗にスタートかかりました。エメイン第2ラウンド。さあ、現在1、3、2と言ってますね。はい、前回3番池川選手が2番手浮上、坂井選手2番、3番手、4番手天童選手、5番手で奥永選手、6番手に村上選手。2番手グループがちょっと頑張ってますね。井上選手がちょっと逃げる展開になってきました。また2番手グループもっと接近戦。3、4、5、2、6、7と抜けてきます。残り4分。現在井上選手2番手に 3.4 秒のリード。また単独になってきたぞ。さあ現在レースを引っ張っていくのはゼッケン1番野江選手、関西支部。現在5番手まで関西支部に占領されております。さあ井上選手、池川選手、天童選手、坂井選手、村上選手、奥永選手となっております。7番手に西川選手、8番手に森田選手、9番手に青山選手、10番手に高木選手となります。さあ井上選手、現在2番手の池川選手に4秒のリード。で池川選手を1秒以下ですね、4万8秒ほどで大野が残り下がる。天童選手からコンマ8秒ほどで坂井選手が続いております。さあ池川選手と天童選手のタイム差がちょっと縮んでます。さあトップの井上選手、すでにバックマーキャーを捉えてきてます。さあ小柳選手のすぐ後ろまで来ました。はい、ありがとうございます。ここは間もなく2分30秒折り返し過ぎました。レースリーダー井上選手、2番手池川選手、3番手天童選手、4番手坂井選手、5番手村上選手、6番手奥永選手、7番手西川選手、6番手森田選手、10番手松本選手、10番手小山選手。さあレースリーダー残り2位井上選手ですね。2番手池上選手に対して今度は、この瞬間の約6秒のリード。さあ1台ピックアップされてしまった。さあコース上現在9台走行しております。さあ時計の方残り1分30秒。さあ平面正式ルームがどなたかというところですが、現在リーチをかけているのは井上選手。さあかなりハイペースで選手を進めております。残り1分を切りました。このまま逃げ切れると2ラウンド制してポディアムのトップをゲットというところです。2周目に内容していた2番手を追うのが現在3コース池川選手。さあ現在 6.6 秒差、それを追うのが1秒差で天童選手、ゼッケン4番、残り30秒。4番手にゼッケン4番、4番手にゼッケン2番。さあ3番手というわけで3コースと4コースが接近。さあ差がなくなってきてます。コンマ5秒差。
さあ、ファイナルアップに入っています。天井選手、井上選手、天井選手と、井上選手、ファイナルラップに入った。ちょっと離れてしまったが、さあ、マイクで接近。タイムアップ。ゼッケンのコールがあるまで、走行を続けてください。ファイナルアップには2台。トップ、井上選手はもう薄いゴールしてる。3番目は4と2の5番目までもつれました。6番あと1台、西川選手で選手のゴールです。